こんにちは、アミラーチャンネルのアミです。今回はつくば市にあるたこ焼き専門店の大木屋に来ました。ここのたこ焼きがとっても美味しいと噂を聞いたので食べてみたいと思います。それでは早速行ってきます。お店の外観はこんな感じです。隣には筑波学園病院という大きな病院があります。じゃあ近づいていきたいと思います。車来てないね。はい、あ、メニューが書いてありますね。美味しそう。あ、定番が普通の和菓子なんだ。たこ焼きで一番人気が大きやネギマヨって書いてありますね。これ気になる。これ食べようかな。じゃあ入ってきます。こんにちは。店内はこんな感じです。あ、メニューがある。美味しそうすごい美味しそうです。全部迷っちゃう。何にしようかな。あ、外にも書いてありました。じゃあこれ一つお願いします。何個入りにしますか。じゃあ6個入りで。6個入りで、はい、お願いします。はい、味はどうしますか。味、はい、焼き加減とお味とマヨネーズ選ぶ。あ、ちょいかりがいいです。はい、ちょいかりで、はい、味はどうしますか。ソース、醤油、ポン酢選べます。ソースで。ソースで、はい、マヨネーズはかけますか。はい、お願いします。はい、かしこまりました。ではお先にお会計失礼いたします。はい、マヨの6入りがお一つですね。はい、ありがとうございます。ちょいかりで560円になります。はい、じゃあ1000円でお願いします。はい、すいません、1000円からお預かりします。はい、他のも気になりますね。美味しそう。また違うの、何かの機会があれば味も選べるので味も違うやつ、はい、食べてみてください。あ、そうか、ありがとうございます。はい、540円お返しです。はい、少々お時間いただきます。あ、わかりました。はい、じゃあ席で待ちたいと思います。はい、店内はこんな感じです。後ろにもあったんですけど、これ美味しそうじゃないですか。チャーシューです。めっちゃ美味しそうか。ドリンクメニューなんですけど、めっちゃおしゃれじゃないですか。しかも美味しそう。いいな、ピーチレモンティー。美味しそうだな。これはたこ焼き定食なんてありますよ。初めて見た。すごい、これも気になりますね。あ、焼いてる、あそこで。私はじゃあこっちに来て、ここの席で待ちたいと思います。はい、じゃあここで待ってみたいと思います。すごい美味しそう。やっぱプロですね。2個同時に作ってる。はい、それでは店長さんにお話を聞けるということで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。大木屋さんのこだわりとか教えてもらってもいいですか。はい、まあ、こだわりっていうほどじゃないんですけども、はい、一応つくば市の小麦粉、国産の小麦粉で夢志向っていう小麦粉を使わせていただいて、たこ焼きと、はい、うん、まあ、うち焼きそばもやってるんですけども、はい、焼きそばを使わせて使ってます。はい、すごい。他には何か使ってるの。はい、あとは千代地産地消、まあ、地域のものを使いたいっていうことなので、はい、うん、土浦のあの鰹節屋さんから鰹節を買ってきたりとか、そういう感じで、はい、できるだけ地域に根ざした、はい、お店にしたいなと思って頑張っております。じゃあ結構茨城のものを使って作られてるってことなんですね。はい、はい、そうですね。すごい、茨城人としては嬉しいです。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。楽しみでした。ありがとうございます。私のたこ焼きが出来上がったみたいです。今トッピングとかやってくれています。ネギがたっぷりで美味しそうです。あ、来た来た。お待たせいたしました。ありがとうございます。これを、ね、はい、はい、これが私の頼んだネギマヨです。美味しそう。こんなにネギが乗ってるなんて、食べるのが楽しみです。
はい、それでは早速食べたいと思います。はい、こんな感じです。すごい湯気立ってる、美味しそう。はい、こんな感じですよ。これを食べたいと思います。いただきます。外はカリッとしてるんですけど、中はふわふわでとっても美味しいです。ネギも超合ってます。このオリジナルソースがすごい美味しい。普通のソースじゃないです。美味しいです。うん美味しいです。はい、ドリンクメニューにあった沖縄パインスカッシュを頼みました。入れ物も可愛いです。美味しそうですよね。いただきます。うん、さっぱりしてて美味しいです。たこ焼きの後にいいかもしれない。合います。うん、美味しい。はい、ということで、つくば市にあるたこ焼き専門店大木屋さんでたこ焼きを食べてきました。たこ焼き以外の他のメニューもすごく美味しそうなのがたくさんあったので、また食べに行きたいと思います。皆さんもぜひ食べに来てくださいね。ありがとうございます。アミラーチャンネルのアミでした。チャンネル登録もよろしくお願いします。バイバーイ。